今年東京外国語大学に進学したステップ生に、出身校である川和高校での学校生活や大学受験について話してもらいました。東京外国語大学に所属しています、小池博介と言います。学部が国際社会学部で、高校生活は1年の時からサッカー部に所属していて、引退した8月までずっとサッカーしてました。一応週に僕は今2回英語の授業があるんですけど、思ったよりは英語は少なめです、英語はもともとできる生徒が多いので、他の言語を第一言語として身につけるっていう背景です、英語でディスカッションとかをするのがメインの、話すのは得意で、逆に文法とかがすごい苦手で、高校の時ステップの模試で文法全くできなくて、下のクラス英語落ちるとかもよかったので文法ガチガチというよりは英語を話すのが好きっていう生徒が大体多いです。川高校生はすごい真面目な生徒が多いので、部活に一つ所属して、そこでしっかり練習して、周りの仲間と頑張って、そこですごい強い絆ができてみたいな高校生活を送れるので、もう本当に真面目な生徒にはすごいうってつけの高校だと思います。大会とかは部活で盛り上がるって感じです、部活のコミュニティが本当に強いので、部活の対抗リレーとか、そういう競技がすごい盛り上がるんですけど、陸上部は強いんですけど、僕の代はサッカー部が優勝しました。ずっと部活やってたので、部活の仲間とはもう今でも会いますし、浪人してしまった人たちもいるんですけど、毎月駿台に遊びに行くとか頑張れ頑張れみたいな、そういうのやりに行くみたいな仲なので、入ってよかったなと思います。高校に入って一番難しかったのは数学で、最初から文系で行こうと決めてたんですけど、数学は必修だったので、最初から数学 A の確率とかが全然ダメで大変でした。結構多くの生徒が部活に3年生の春とか夏ぐらいまで打ち込んで、そこから一気に勉強っていう感じなんですけど、ちゃんと1年生2年生の頃も、田舎塾に通ったりとか、学校の勉強はしっかり最低限はしてて、基礎がある中で最後にガッてやって、みんなでいい大学を目指すっていう感じの学校です。で、課題とかも本当多分最小限、自分の勉強に支障が全く出ないですね、学校の課題は。自分でしっかりできる人にとっては本当川高校最高の学校だと思います。進学校だと公立を結構先生たちが進めてくるっていうイメージがあると思うんですけど、川高校は全然そんなことはなくて、逆にもう2年生の初めの頃からもう早慶に行くって決めて、科目数絞って勉強する子がすごい多くて、それが結構結果に結びついてるかなと思います。スタディプラスっていう勉強の時間管理アプリがあるんですけど、それをスマートフォンに入れて、部活の仲間と共有して勉強時間競い合ったりとか、みんなで監視し合って勉強してました僕はもう家では絶対勉強できないタイプだったので、自習室は本当直前期とか毎日やっていましたし、部活やってる時も授業は絶対に参加するっていうので、勉強習慣は思ったりしたかなと思います。僕はもともと英語が得意っていう風で言ってたんですけど、3年生になってから世界史を結構しっかりと勉強するようになって、世界史の点数が安定してきて、共通テストでもしっかり取れたことで、だったので世界史はかなり得意になりました。ステップの授業を取っていて、で授業を受けて、で毎週小テストがあるので、それに向けて点数低いと周りの友達とかにからかわれるので目標に向けて毎週頑張るっていう感じでやってました。川高校を意識したのは中学校3年生入ってからですか。本当に中学生の時は勉強への意識をつけることがまず大変でした。授業が対面であるので、絶対に参加しなくちゃいけない、もうそれが自分にとっては良かったです。中川スクールに行っていて、僕の代はすごい合格実績で、頭のいい人たちが本当に多くて、いつもハイステップと
ランク一緒みたいな、うん、結構毎回小テストとか多くて、うんうん、あの廊下とかにはね出されるんでそれを見るのが楽しみ。川和高校は一つの目標に向かってみんなで一致団結して頑張るみたいな、強い生徒が多い高校なので、そのいい環境で自分もすごい成長できたので、文武両道頑張りたいと思ってる生徒には最高の高校だと思います。